今日は早速、札幌一番塩ラーメンの、リジリ昆布だし仕上げのラーメンで、いろり鍋で作ってみました。それと白飯とやわらぎと、今日はこれでいただきたいと思います。早速いただきます。はい、ビートルヨロゼでございます。本日はですね、いろり鍋です。旅館とかでよく出てくるいろり鍋ですね。このいろり鍋で札幌一番塩ラーメンりじり昆布だし仕上げ、これをちょっと作ってみました。でご飯は山盛りのご飯です。ご飯といえばこの桃屋のやわらぎ、これでいただきたいと思います。早速いただきます。これはこのこれ蓋なんですよ。最後これかぶせたら火が消せるやつです。アルミの蓋ですね。いただきます。今すでに大丈夫なので、いただきます。
熱いんでちょっと火切りますよいしょよいしょ、はい、火は切りました。ご飯に柔らぎをかけたいと思います。この柔らぎライスはもううまいんですよね。なんかね、このいろり鍋で食べるとね、すごいなんか旅館で食ってる雰囲気をね、すごい味わえますよ。うまいなこれ。昆布の出汁が効いてうまい。しかもいろり鍋で食ったら熱々で食べられますよ。ちょうどねこのいろり鍋はラーメン1個分ちょうど作れるんですよ。ほんで水もちょうど 500cc まで入るんで、なかなかいいですよこれ。札幌一番塩ラーメンのうまさが際立つというか、はい、皆さんもいろり鍋持ってはる方は多分少ないと思うんですけどね、もし持ってはんやったらいろり鍋で札幌一番というか、別にどんなラーメンでもいいんですけど、やってみてください。これめっちゃうまいですよ。卵はこれ温泉卵です。うま。ちょうど温泉卵を入れてるんで、ちょうど半熟状態になるんですよ。最初生卵を入れようと思ったんですけど、いろり鍋の火力が弱いんで、ちょっと固まりにくいかなと思って、ちょっと温泉卵を入れてみました。
島でこういう食べ方めっちゃありやな。ちょっとね、いろり鍋でやるとね、麺がね、ちょっとこう、やばみになるというか、はい、こういうその片麺っていうか、こうやって食べるやばい麺、やばいラーメンもなかなか美味しいです。すごい贅沢な食べ方ですね。完食いたしました。あ、めちゃめちゃうまかった。はい、ごちそうさまでした。いろり鍋最高やな。ほんまこれいろり鍋で食うと冷めへんすよ。
最後までめちゃめちゃ熱かったです。しかも札幌一番の塩ラーメンなんで余計にうまかったですね。本日はいろり鍋で食べる札幌一番塩ラーメンの煮汁昆布だしとあとご飯と柔らぎでいただきました。めちゃめちゃ美味しかったです。はい、これからもいろんな動画を上げていきますので、いいね、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それと、ご視聴の方も最後まで見てもらえると非常によろしいです。それでは皆さん、また会いましょう。